前回のミニ四駆動画ではホイールとシャーシ、ベアリングの間にスペーサーを挟んで、これを抵抗抜きと紹介しました。実際抵抗抜きをネットとかで調べると、まあ主にギア周りを刺すことが多いのかな。それでですね、前回抵抗抜きをやったので、その続きとしてね、ギア周りも抵抗抜きしていこうじゃないかと思いますが、久々ギアカバー外したもんだから、ちょっとギア綺麗にします。メンテナンスはね、自分が愛情を持ってやればそれでいいと僕は思います。グリスに関しても、付属のグリスと他社製のオイルペン、これで塗ってます。まあ個人的にですが、グリスは結構ベタベタ塗る方ですね。結構こんくらいのね、グリスの量、まあ多いと思われますが、結構塗ってます。結構グリスをつけては結構塗りたくります。ちょっとこれ多かったな。はい、相当グリス塗りたくってやったので、相当な時間をかけて僕は慣らし運転します。はい、しばらくお待ちください。はい、慣らし運転終わりました。それで以前にね、このカウンターギアの、取れない、よいしょ、カウンターギアの中の抵抗抜きを投稿したことがあるんですが、まあその様子はそちらの動画で見てもらうとして、今回はカウンターギアをどうこうするとかじゃなくてですね、主にスパーギアかな、スパーギアのこの歪み、ゆとり、こういったところをダイワッシャーで挟んであげて、スパーギアの歪みの調整をしてみたり、ギア部分で言うと、こちらのスパーギアもそうですが、カウンターギアもちょっとゆとりがあるのかな。これもまたダイワッシャーなりベアリング用のスペーサーでもって隙間を埋めてあげます。ちょっときついかな。で、これも抵抗抜きと呼ばれる改造の項目にはなってくるんですが、今回の隙間を埋めたことによってギアを適正な位置で回転させることで駆動効率を高める改造になってくるので、こちらの番組ではこの改造を一出しとして紹介したいと思います。ただ MA シャーシ自体結構性能のいいシャーシになってますので、もしかしたら必要ないかなとも思ったりするんですが、一応一出ししたギア周りでスイッチ入れてみます。
か遅い？なんかね、きつそう。おそらくね、ここかな。はい、スペーサー抜きました。位置出しもね、時として抵抗になるので、走らせてみて、何か異音が感じるようであれば、位置出しをしてみることをおすすめします。ということで、今現在だと、ここと、ここに、大ワッシャーを挟んで、スパーギアのぐらつきを最小限に抑えてます。これを外してみると、これだけ遊びがあります。後ろだと、こんくらい。この遊びの分で、果たしてタイムに影響が出るのか、というのを、今回やっていこうと思います。ということを思ったので番組からお知らせがございます。皆様のマシンを番組で紹介させてもらえないでしょうか。もし見せていただける方がいましたら Twitter またはその場でお声掛けいただけると嬉しい限りでございます。どうぞよろしくお願いします。